猫族チャンネル。こんにちは。ご訪問ありがとうございます。猫族です。2023年1月、石油コンテナなど千葉県内の鉄道貨物を一手に引き受けている京王臨海鉄道を訪れました。国鉄や自治体、企業などの出資により1962年に創業した日本初の臨海鉄道会社です。数年前にはもう少し多くの貨物列車や蘇我駅での入れ替え作業、武蔵野線205系の輸送などを撮影しました。猫族チャンネル。今回撮影したのは村田川橋梁です。1911年東海道本線の複線化に伴いアメリカンブリッジ社で作られ、1912年に季節の大井川橋梁の上流に架設し、上り線の橋梁として使用された単線下路極限プラットトラス橋。1959年に上りの橋梁が別線で新たに開通したため、それまでの橋梁の一部の桁は国鉄の他の路線に転用され、京王臨海鉄道の村田川橋梁もその一つ。1963年に再架設されました。機関長は 62.408m の200フィート。当時は100フィートのトラス桁が一般的だったようですので、このトラス橋の大きさが伺えます。また、メガネのフレームのようなアイバーと呼ばれる部材が使われているアメリカ型ピントラスとして、全国的にも貴重な存在であるようです。猫族チャンネル。最後にもう一つ、この通り、市原埠頭線の写真の後方にある京王市川駅を撮影しました。陸橋の下、奥には国道16号線、手前に臨海本線が通っています。写真向かって左側が蘇我駅方面、右側が北袖駅方面となります。この辺りの市原分岐で臨海本線から離れて市原駅へ続きます。陸橋から蘇我駅方面分岐部分を撮影しています。車の助手席から撮影しました。ここが京王市原駅の橋になります。京王臨海鉄道は工業地帯を走っているので、撮影には注意が必要になります。京王市原駅の手前には富士電機千葉工場の専用線があり、稀に特大貨物輸送や保線車両の輸送も見られるようです。見どころはまだまだたくさんあると思いますが、今回の動画はこの辺りで。興味のあるポイントがありましたら嬉しいです。それではまた次の動画でもお会いできたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。